歌の力で100万円が動く。しかし順調に見えるタイガーファンディング、次第に雲行きが怪しくなる。一体どうなる。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。トラも志願者もマジで大募集。マジで。詳しくは概要欄から。待ってるよ。美容院って一人の人が何回も使うじゃないですか、はい、このサービスって1回使ってマッチングした後、はいはい、2回目もこのサービスを使うんですか、それとも1回使ったらもうそれであとは直接やり取りしてくださいってなるんですか。おっしゃる通りです。ってなると、はい、奥田さんが儲かる売り上げって最初の1回だけっていうことですか。ではなくて、一応、まあ、あのストックといいますか、うん、あの毎月事務手数料として毎月請求かけるっていうような形ですね、はい、事業者さんが払ってくれるこの 7% から 10% っていう金額は、はい、実際、事業者側からしたら払ってでも、はい、あのこういう仕組みが欲しいって思えるサービスですか。はい、その通りです。 7% であれば、間違いなく案件ベースで、しかも成果報酬、完全成果報酬であれば全然いい、あの額面だと思います。はい、言うたら仲介業みたいな感じじゃないですか。仲介業というか、まあ、マッチング事業じゃないですか。そうですね、はい、なるとこの事業ってめちゃくちゃ画期的なビジネスではなくて、うん、はい、あのまあ効率化しようよっていうビジネスなので、スタートするってなったら、はい、奥田さん自身がどんな強みを持ってるか、はい、要はめちゃくちゃこう事業所に人脈があるとか、はい、なんかあの、まあ、もちろんすでに12年やられてるっていうだけでも強みだと思うんですけれども、はい、他の人がやっても負けないなんか理由があったらいいなと思うんですけど、はい、そこをどう考えるでしょうか。僕の強みとしては、まず訪問介護事業所が増えて、あの一定の収益が上がるように、あの地域性をこうなじませていくというか、そういうふうな基盤を作っていくことが僕の根底にあるので、だから収益と、まあ、収益当然上げなきゃいけないんですけど、収益よりもまずは事業所を安泰させることをその主として僕は営業というかお話をするつもりでいくので、うん、そこに関しては、要はまず何て言うんですか、助けると言ったらおこがましいですけど、うん、まあ、そういうメンタルでやっていくので、そういう意味では、ビジネスとしてやっていこうと思ったらやっぱり自費サービスの、うん、今あるサービスのような形になっていっちゃうんですよね。じゃあ僕が自費で自分の事業でこれをやろうとした時に、うん、あの人のお金でやったのと、はいはい、僕のお金で僕がやったのとで、はい、勝てるなんか理由というか、あ、要は僕介護全然わかんないじゃないですか、でもなんかいろいろあるわけですよね、はい、それが知りたいってことです。あ、そうですね、まあ、まずはその僕が今お客さん入ってるところがあるので、そこのこうなんで口コミとか、やっぱりいろんな事業者さん関わりがあるので、そういった口コミが強いんじゃないかなっていう、うん、要するに IT リテラシーが低い業界なので、基本の営業スタイルが口コミになってくると思うので、そういう意味では僕に有利かなというふうには思います、うんうん、はい、ありがとうございます、はいはい。まあ、今先ほど加本社長がおっしゃった、はい、まあ、有利か不利、はい、まあ、僕その部分はあんまり重視してなくて、はい、すごいハートフルなビジネスだと思うんですよ、このビジネスって、はい、そう自分でそういうふうに思いませんか。もちろん思ってます、はい、思います。はい、なんかこう聞いてて熱くならないんですよね、僕が、うん、はい、うん、そういう人にちょっと投資をしたいんで、うん、だからもっとこう介護に対しての何かこう問題をもっと取り上げて、こういうことをやっていきたい、はい、うん、なんかこうもっと欲しいです。あ、わかりました。障害を持ってる方々に対してはどういったお考えを持ってます、はいはい、特別そのお客さんというよりは、あの、まあ、友達感覚、これはもうお客さんからも言われてるんですけど、それをいいとするお客さんも、悪いとするお客さんもいます。なんかそんな感じで慣れ慣れしく喋んないでよとかっていうお客さんにはそういう対応しますし、本当にこう仲間として友達として喋りたいというお客さんにはそのように接します、はい、求める答えが返ってこない。虎たちは苛立ちを見せる。
れウェブサイト作って、はい、作った後懸念される、まあはい、ハードルというか、はい、どこでつまずく可能性があると思いますか。このサイトを作った後で、問題になりそうなのはやっぱりお金の管理、要するに、毎月うちが紹介して、そのサイトを使って紹介に当たった事業所さんから、2ヶ月後にその領収書を持って、何パーの事務手数料ですよって請求をかける、これが複数になってくると思うんですよね。1事業所例えば200万300万がアベレージの売上だとしたら、それを全部うちが紹介した案件になると一件一件全部処理しなきゃいけないので、その事務作業の、まあ、いわゆる業務量がさばききれるかなという不安点はすごくあります。それはそんな大した問題じゃないと思います。僕どっちかっていうとそのサイトにどんだけの人が登録して、どんだけの事業者が登録してくれるかの方がだと思うんですけど、ね、なるほどですね。事業所を探したい人がそのサイトを使ってくれるかどうかに関してはどう思いますか。100% は難しいと思うんですけど、はい、売上計画の中でもだいたいシェア率 20% ぐらいで計算してます。じゃあもう5人に1人はこのサイトを使って事業先を探す、はい。この必要資金の、はい、福岡の夜を彩るインベスター株式会社 J ゲート代表投資家足立一平33歳、クールな見た目とは裏腹にその投資スタイルはバリホット。若者たちの夢にベットし続ける男の野心を満たす志願者は現れるのか。この必要資金の、はい、この顧問費用っていうのはどういったものになるんですか。税理士です、ね、はい、税理士さんの顧問費用、はい、あとは、はい、ゆくゆく売上が伸びてこれば、はい、弁護士さんもつけた方がいいと思います、はい。あ、そうなんですね。介護事業やっぱり訴訟が多いので。あ、そうなんですね、はい。これは4月からって、これ来年の4月から取り組むってことですか。はい、一応まあここには4月からとしてあるんですけども、はい、僕は本当にその開発に関しては全然ちょっと未知識なので、はい、どれぐらいかかるかっていうのがちょっとわからない。あ、なるほど。であとは事前にその、はい、いわゆる準備期間というんですかね、はい、オープンするまでの準備期間の間にバーッと口コミを回しておきたいので、ある程度こう、うん、ゆっくり時間をかけた方がいいのかな。このウェブサイト作成費っていうのはじゃあ見積もり取ったとかそういうことではないっていう、ま、ではないですね。あ、じゃあ実際にはこういうここまでかからない可能性もあるっていう話ですか。いえ、おそらく、はい、もっとかかります。もっとかかるってことですか、はい。ちょっと事業と離れちゃうんですけど、はい、緻密なマーケティングからビジネスの最適解を導き出すグロースハックの若き虎、 PG トレーディング代表小林正之27歳、グループ年商25億、上智大学卒業後に立ち上げた新規事業はわずか1年半で年商10億にまで躍進。レペゼン秋葉原のグロースフリークは志願者たちのいかなる夢を発掘するのか。音楽活動されてたじゃないですか、はい、で多分プロダクションでオーディションして合格、はい、してバンド活動って結構本気だと思うんですよ、はい、本気でしたね。ということは音楽活動とその介護事業を比較した時に介護事業の方が、うん、音楽活動も多分超本気だったと思うんですけど、はい、その本気を超えてきたぐらい熱量があったってことですね。そうですね、はい、ありがとうございます。数字のシミュレーションでいうと、はい、なんか どんな数目標にしてます。千葉県全域で300事業所ぐらいは、うん、訪問介護事業所あるので、そのうちの 20%60 事業所ですね。で、それに対してケアマネ事業所とか、相談の事業所が、100件ぐらいなので、それに対して20件、だから、大体まずそれで、ある程度売上が出てくるだろうっていうふうな、これぐらいの売上が出るだろうっていう判断ですね。すみません、数字の話ばっかりです、はい、3ヶ月目10万円の売り上げが立ってるじゃないですか、はい、これは、初めての売り上げだと思うんですけど、はい、この時って、どういう何人紹介してる。なるほど、はい、ですね、30万円から50万円ぐらいの案件といいますか、お客様を紹介することで大体3万から5万、5、6万っていう形で、まあ、売り上げが立ってくるので、まず2人そういった30万から50万円ぐらいの案件をまず2人紹介すれば出るっていう形ですね。下がるときってどういうときですか。なくなったときです、お客様が。あ、はい、それ以外はあります。
ほぼないと思います。事業先を変更するとか。下がるときは、売り上げが下がるとき、ね、うちを抜いて紹介関係ができちゃったときとか、そこですね。一旦こうつないで、ここよく受けてくれるから、じゃあここ通さないでってこっちが言っちゃえばダイレクトにできちゃうんですよね。そこが危ないかもしれないです。人件費6ヶ月分2名って、はい、計算したら月18万円ですよね、はい。これ千葉県でやられるってことですか？そうですね、最低賃金で、千葉県だと16万ぐらいなので、うん、まあ本当に事務員スタッフなので、これぐらいの価格で大丈夫かなというと。働く人いるんですかね？ちょっと自分の感覚なんでちょっとわからないんですけど、まずは自分の事業所にいる人間、はい、ここに書いたその人件費っていうのは、はい、そのある程度なんて言うんだろうな、数字として出さなきゃいけないところもあるので、だけどうち の従業員もエネルギーある人間いっぱいいるので、はい、そっちでまずはお金ないうちは、自社でやりたいなというふうに思ってます。慢性的に人手不足じゃないですか、はい。で、まあ、で労働集約制、労働集約産業じゃないですか、はい、とにかく労働集約制が強い職業って、うん、はい、多分その経営者のやっぱ魅力についてくると思うんですよ、はい。そうです、はい。どうですか、集めれる自信ってありますか？ですね、そこに関しては、はい、僕自身が今までの生き方として好かれるような生き方を本当にできてないというか、こう物事の確信についてこれを解決しないと全部終わらないっていう風な考え方だと、今目の前どうするんですかって言われちゃったりとかするので、僕が集めるというよりは、僕はやりたいのはその集めれる人たちが運営できるように手伝って、うん、その人たちがまた僕の周りにも増えてくるというふうな、なるほど、ふうに思ってます、はい。他に何かご質問のある方はいらっしゃいますか？では最終決断に入ってまいりたいと思います。神本社長どうぞ。数字の虎 VS 情熱の虎、熱き攻防の末、次回いよいよ最終決断、衝撃の結末を見逃すな。虎と志願者を大募集、詳しくは概要欄から。株元ムカつくなとか倒してなとかそういうのもいいと思うんですよ。 それ言わしたいんですよ社長は。